はい、皆さんこんにちは。世界東が4160です。今回紹介するトミカはトミカプレミアムのナンバー04番の日産レパードです。スケールは63分の1で、アクションはサスペンションと左右ドア開閉になります。それでは開閉します。かっこいいですね。このレパードは1代目のもので、1980年から1999年まで生産された車です。はい、ちょっと危ないデカでも登場した覆面パトカーにね、この車ですね。で、アクションはサスペンションと、ちょっとサスペンション悪いかな。サスペンションと、左右ドア開閉になります。こんな感じですね。で、内装はこんな感じです。ヘリはこんな感じです。以上で紹介を終わります。ご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。